愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。でダラダラジオのいつも冒頭で皆さんからね Google フォームでいただいた質問相談に答えていくんですが、今週はお休みさせてください。というのも、今画面には出ていますように、今週は旭川で起きたとある女の子、ちょっと、実名報道されてるんですけど、被害者がなぜ実名報道されるのかっていうのが未だに納得がいかない人なので、調べれば出るんですが、あえてとある女の子と言わせてください。女の子が自ら命を絶った、いじめがね原因で命を絶った事件がありましたので、それについて話していきます。多分言葉が悪いというか、聞いてて気持ちがいい話は、そういう話をするつもりはないので、思ったまま話すからね。なのでその時に自分の相談に答えてもらうっていうのも、ちょっとね、その答えてもらった方に、気分を害するっていうか、俺がね嫌な言葉結構使うと思うから、なので今回はお休みとさせてください。すいません、来週もねまた答えますんでよろしくお願いします。でこちらの事件というかは、ご存知の方も多いと思うんですが、簡単に言います、簡単に言っちゃいけないことなんですが、言わせていただくと、2019年にね、旭川市のとある中学校でいじめを受けてた女の子がいます。でこのいじめっていうのは、だからいじめっていう言葉がいらないんだよね、そもそもね、犯罪だからね、恐喝罪とか暴行罪とかね。でそれに加えてですね、性的なこともされていた方です。卑猥な画像をね、脅されて撮って、それを拡散するぞって脅されたりとかね、そういうのもされていた子が自ら命を絶った事件があります。でこれは、当時もう知ってた方もいるかもしれないですし、最近ねまたニュースのトピック出てきたんですよ。多分出てきた理由としてはいろいろあるんでしょうけど、教頭だったかな、そのが言った一言が割とこう炎上するきっかけになっていて、で自分もこれ事件当時起こった時に動画で喋ろうかなと思ったんですけど、割といろんな、YouTube で投稿してる方が撮ってて、自分の言いたいことも全部言ってくれてたっていうのもあって、あいつそこはねぐっとこらえたというかね、自分は取らなかったんですが、今回は時期も時期、9月になるからさね、どうしても自分から命を絶とうとする人が増える時期でもあるし、やっぱりその教頭の言葉に関してはやっぱり言いたいことがあるのでそれで動画を撮ってます。で何を言ったかっていうと、亡くなったのは女の子、被害者の子は1人ですね。で加害者と言われている人が10人かないるんですよ。でその子は今日と何を言ったかっていうと、簡単に言うと、加害者をかばいました。10人の加害者をどうかばったか、どういうことを言ったかっていうと、1人の被害者よりも未来ある10人の加害者の方が大事だと言ったんですよね。は？と思いました。大丈夫か頭この人って思いました感情論になっちゃった、失礼しました。たまにいじめの問題が出てきた時に、いじめられる側にも問題があるという人がいます。これは性格的な問題とか行動的な問題、それを細かいことを挙げていったら、もちろん、被害を受けている側にも非があることはあります。完璧な人間なんていないので。ですけどそれが人を傷つけていいとか人をいじめていい理由には絶対にならないと思うんですよ。そんなことは認められない、で、今回冒頭にも話しましたけど、被害者の方実名報道されてます、名前が出ています。加害者は一人も実名報道されておりません。これはこの事件だけではなくて普段からすごく思ってることなんですけど、なんでいろんな事件の被害を遭った人が実名報道されるのに、加害者、特に少年法で守られる範囲の人ですね、は実名報道されないのか、疑問でしかないですね、だからそれに関して何かできるかさ、何もできないんですけど、私はでもそう思ってます。どういう思いを持ってその10人が生きてるかは知らないですけど、のうのうと生きてる人もいるんでしょうね。私は関係ないとかね言いながら、どうなんだろうっていう、ありえないなって、その加害者側の人たちにも言いたいことはたくさんあるんですけど、今回は一応これでも教育者の端くれなので、自分もねその10人の加害者の未来といった
もう即刻やめてほしいですね。それこそ実名報道してほしい、その教師のと思いました。で、まあ今回その事件に関しては思ったことはその辺です。はい、多分これ以上話すとだらだら同じことを言ってしまうので一旦ここでやめますが、まあ、冒頭というか途中でも話したように、まあ、自分のチャンネルはですね、結構いじめで苦しんでる方っていうのもいらっしゃると思います。で、いじめは、まあ、自分も中学の時いじめ受けてましたけど、いじめ受けてる時ってやっぱり思考回路が正常にはならないんですよ。当然ですよね。あと人に嫌われてるっていうのを常にずっとそうかもしれないじゃないんですよ。嫌われてるっていうのを目の前に叩きつけられながら生きていくんですよ。その中で自己肯定感を保てという方が無理な話なんですよね。だから、こうフェアな判断はできないですし、どうしても自分に非があるんじゃないかなって最初は抗うんですよ。抗う、俺にもプライドがあるんだって思うんですよ。でも長期戦なので、で向こうをいじめてる側なんてスタミナ消費しないですから、ヘラヘラしながら陰の陰口言ったりとかするだけなんで。でも受けてる方はもう毎日消耗してるんですよね。だからそのうち抗えなくなります。で抗えなくなるとどうなるかっていうと、自分が悪いんだなっていう落としどころに行くんですよ。納得できなくてもそうじゃないともう保てないんですよね、自分のことを。で自分がダメなんだ、自分がいけないんだ、あそっか自分はこの世に存在しちゃいけないんだなっていう風な思考回路に私はなっていったタイプですし、おそらくそういう風に考えてる思ってる方は少なからずいらっしゃると思っています。だからこそ自分もそう思ってましたよ、思ってましたけど、でも心のどっかではマスターチ時に最初の抗ってた時はそうじゃないって、いや絶対私が悪いわけじゃないよ、なんでこんな理不尽なのって思ってた方もいるはずで、当時もしだよ、俺が中学の時いなかったけど周りに、いやあんたは間違ってないよって、まあ、お前新しいから俺は味方だって言ってくれる人がいたら、一人でもいたら俺違ったなって思ってるんですよ、勝手に。だから言うんすいつも、今それで苦しんでる方、君は間違ってない、誰が何と言おうと。俺は少なくとも俺だけは、まあ俺だけじゃないけどね、いっぱいいるけど絶対にちゃんと話せば、そのいじめてる側が割 120% と思います。何度も言うけど、どんなに非があろうとも、いじめていい理由、人を傷つけていい理由にはならないんですよ。ならない。これは絶対に譲らないと思ってます。なので、だからといってね、9月1日からまだ、まあ9月でもその前から始まる方もいると思いますけど、学校が始まってその人間関係がね、俺には消すことはできないですし、みんなの生活自体が大きく変わることはできないんですけど、そういうふうに思ってる人間がいるっていうことだけは伝えたいなと思って、今回このダラダラジオで喋らせていただきました。もう特に自分はまあ一応これでも子供がね2人いるので、こう亡くなった女の子、お母さんと2人暮らしだったんですよ。もうお母さんのさ、いやもうその子時代苦しもそうだけど、お母さんのことも考えるとさ、いたたまれないよね。殺してやりたいだろうなと思う、その加害者のやつを。殺してやりたいじゃないな、もう娘以上に苦しんで、苦しめというふうに思うだろうな。俺がね、その親だったら思いますけど、いじめって言葉がいらないよね、ただの犯罪だもん。しっかり犯罪として、そういうことをしたらこういう風になるんだっていうのを見せしめじゃないけど変えていかなきゃダメだよなって思う。きっとまたこれ被害者出るよ、のうのうと生きてたらって思いました。ごめんなさいね、着地点がない話で申し訳ないんですけど、なんだよ加害者の未来って、犯罪を起こし人を殺したやつの未来なんか考える必要があるのかよと思いますけどね。はい、ということで、すいませんちょっとこんな話で申し訳なかったんですが、今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、来週は、皆さんのね質問いただいた質問に答え、まあもしかしたら
そのね質問に答えるだけの回もあってもいいのかなと思いますので、そういった回になるかもしれませんが、よかったら次回のダラダラジオもねまた聞いてみてください。では今週は以上となります。明日からちょっと天気悪くなると、まあ元で今ね結構雨の被害出てるところもありますけど、またねちょっと天気悪い日が続くらしいので、皆さん気をつけてください。避難とかがね必要な方は本当にちゃんと避難していただいて、あとは寒暖の差もまだ激しいので、体調管理気をつけつつ、お互いねいい習慣にしていきましょう。ということで今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね。